こんばんは。ミルクティーを温めました。ちょっと私さ、数日間薬サボってたからめっちゃ声喉がガスガスなんですけど花粉で。ね、雨でしたね今日。昨日今日はね、私はちょっと仕様で寒いところに行ってたんですけど、エンジョイカラオケを入れた気がするな。そう、でもまだ始まったばっかりなんだけど、入れたばっかりなんですけど、ね、エンジョイカラオケです。いつものエンジョイカラオケだとね、歌が好きな方とかがやっぱ見てるので、そうなると見つけてもらいやすかったりするんですよね。だから最近はこれにしてます。かわいいハートフリフリのやつ。そうだからさ、雪国系の方々、雪国に住んでる系の方々はさ、今日雪だったでしょ。私もね、雪だったの。なんかお昼過ぎぐらいから降り始めなかった？なんかもうさ、人なんだろう、落ちてくるの羽みたいだったなんか羽みたいな、羽ぐらいの大きさの雪のふわっとした薄い塊、こういうのがふわ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 って落ちてきて、そう、おいしい。あと乾燥でやられたんですよ。乾燥でね。ほんとマジでこんぐらいの塊が全こう落ちてきて、初めて見たあんな。でもああいう雪ってやっぱさ、積もるの早いんだね。もうほんとに10分ちょっとしてきたらもう地面が白くなってきてて、え、そんな早いんだって思いました。雪国の皆様大変ですね。
あら、いっぱいいっぱいいっぱいありがとうございます。お腹空いちゃったな。でもなんか食べたいとも思わなくて、香港ヘイデン、こんばんは。寒いですよね。東京は全然寒くなかったです。そう、少年秘密クラブさんに出演させていただくことになりました。頑張ります。ここだけの話、これも初めてで、初めてね、男の子の役をねやるかもしれない。そう、とか言ってたんです。洗車した、確かに洗車して雨だったらすごい悩ますよね。そう、もう普通にね、しようしようっつって無駄地に心の友に会いに行ってきました。一日だけだけど、一日、昨日、今日、かゆイエローギフト申し込もうと思ったらあっという間に完売でした。そうなの。そう、口調遅くなってすいません。I'm from Indonesia. Indonesia. Are you from? You from Indonesia? Indonesia って？どれだっけ？そう、星野美優と一緒なんです。お願いします。生きているか心配って、そうでしょ。そう、おととい昨日今日ですか、今日昨日おとといもしてないっけ。手術室に天使エールギフト8分ぐらいでできる。あ、そうなの。それは何、各個人ってこと。うう、びっくりした。唇が順調に潤ってる。いつもありがとうございます皆さん。なんか私よりさ私より拡散早くて、あの、私の広報に任命したいですね皆さん。うん、マネージャーさんとして
今日から沖縄なのでただいま罰金中です。あ、そうなの。アレグラプレミアムが効きすぎて最近変えてき、アレグラね。私最近花粉の薬は鼻は全然なんですよ。だけど最近喉に来るようになっちゃって、花粉をこういっぱい、花粉なのか分かんないんだけど、本当は、うん、花粉のが喉に来て、喉がアレルギー反応が出ちゃうらしくて、やっぱり喉とかも、やっぱ普通にアレルギーなのでね、喉とかにも出ますので、多分それだと思います。それだと思うので、乾燥と花粉にはね注意してくださいねって言って、花粉の薬と、うん、なんだっけみたいな。ミスからの情報しか入らない、頑張ります。ちょっと私本当に SNS 苦手なんだよね。そうだから逆にもう一番最初に情報欲しいよって方は、AJ エグゼクティブっていう私の事務所のインスタフォローしとくと、やっぱそこから、そこを出して、そこから私がいつも情報解禁、情報解禁されましたなんで、2段階目なんで私実は。そう、まあ言えば3段階目ですね。けどやっぱさ、発信元をさ毎回探すのってめんどくさいじゃん。だから2段階目部分の事務所をフォローするか、3段階目部分の私をフォローするかなんですよ。もちろん例えばパンプラさんだったらパンプラーニングっていうのをフォローしていただければね、情報が早いと思うんですけど。 Can't you speak English? I can speak English a little bit.そういえばスマホどこにあった。さよなら僕のベイビー、オーマイガッシュ、3段階目で十分。まあそれはそうかもね。ちょっと告知はなるべく頑張ってはいるんですが、やっぱりそうなんよ。オムライスさんのポストが一番早い、正直。iPhone ケースは変わってません。あ、ここにエネルが入った。これはワンピースマブダチからもらいました。そう、
かわいいでしょ。エネルいるって。いや別になんかそんな推しとかでもないから、まあいらないけどみたいなね。いらないけど、まあ、全然エネルは好きだよって。じゃあ、もらうわって。Nisa, she can speak very well English now. すいません、全然ですよ、私。I can only speak Indonesian. インドネシアの挨拶なんだったっけな。インドネシアの挨拶。すやん。スラマスヤン。合ってる？スラマスヤン。インドネシアのこんばんはなんだって。I want to talk to you. Thank you, but I don't know that language. Tapi saya punya aplikasi terjemahan. Masuk.Tapi saya punya aplikasi terjemahan. Selamat siang juga, nanda.またまた また I speak English because use translate 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 って何私も使えるよってね。私も翻訳はできるよってことでしょ。今このインドネシア語でさ翻訳
あるから大丈夫だよって言ったんだけど、だってさ日本語が分かんないと配信なんてさ見れないよねと思う。だから本当にコメント欄英語だらけだから私もイングリッシュにし、イングリッシュってやばいにしようかな。ヘイミサー、雑、びっくりした。英検は持ってないです。てか英検はね全部私に行けなかったんです。中学校の時も、中学校の時か、15に帰ってよかったですか。はい、いやわかんない、15に帰ってよかったかわかんないけど、私1個前が11のプロを使ってたのね。だから画質が違うのはわかる。そう、あと私はねこのシネマティックモードってやつを使ってて、このたまによ、たまにっていうかよくね使います。あとポートレートとかもめっちゃ綺麗。うん、画質、あ、なんか撮っちゃった。画質がいいね、やっぱり。って思う、すごくね。Maybe we can be friends。いいじゃん、なりなよ、友達。いいじゃん、なりなよ、友達。カリスワンダチャンステックスカリって何？うん。友達なろうって言うてるで。誰やろ？Maybe we can be friends。 何インチ？いや、わかんないな。インチ？なんだろう、わかんない。15の普通のやつ、普通のプロじゃないやつ。なんかね、私思ったんですよ。プロに、プロの人の写真とか見せてもらうわけですね。もうめっちゃ綺麗なの、やっぱり。めっちゃ綺麗なんだけど、でもやっぱり一眼レフに勝てないわって思った。わからない。今後ね、こうやって、今後さ、こう、ま、なんていうの、今後、時代が進歩していけば、多分ここも、結構一眼には追いついてくるのだろうとは思うんだけど、やっぱり一眼レフってね、すごい。一眼レフを再現するのってやっぱり結構ねえって思います。でしかもやっぱりさ、容量とかも、
写真だけじゃなくてさ、いろんなのを入れてるじゃん、スマホって。例えば LINE だったり、 YouTube、TikTok とかだったり、配信系Netflix だったりあるじゃん。全部が入ってるからさ、やっぱりさ、うん、そうなんですよ。ね、インカメな足もこうやって外カメで撮ってる。正直インカメだと弾ける分も、あのアップをする分も限られてくるじゃん。それがね、やっぱインカメはそうだよなと思っちゃう。この引っ張るうんぬんしかできないからさ、このちょっと縮む、ちょっと普通に戻るみたいな。じゃあね、なんか使いやすい一眼とか、あと最近は私画質というよりなんだろうな、結局画質いいのも好きなんだけど、スマホで十分。今はスマホで綺麗な写真撮れるじゃん。私あとさ、なんだろう、結局一周回ってそう、エモミっていうかさ、やっぱ海外ガールたちもデジカメが今めっちゃ流行ってんのね。で私ももうほぼダズカメラで撮っちゃうの。ダズカメラっていうのはちょっとまあフィルムチックになるやつなんだけど、こんなちょっと怖くないな。こんな画質になるのよね。このクマちゃんもこのダズダズで撮ったんです。この写真もすごい好きなんですけれど、いいよねこれ。しかもダズカメラってちょっと画質が荒いから漏れるんよ、正直言えば。 What's your Instagram name? I want to follow you. Thank youQR コード出せばいいかしら。どこだったっけ。なんかインスタの QR コードの部分どこ行っちゃった。Okay, MISAKI _888_SAGASAIGO SAGASI じゃ、no SAGASAIKOU。QR コードを出したいんだけど、どうやって出すんだろう。あ、売ってくれた、ありがとう。 This one 反射しちゃう。 This one OK。インドネシア語わかんない。
TOEIC とかは受けないです。ダントゥロントゥリスティハムヤパケトゥリサンイングリス。え、バリ島ってインドネシア語？あ、そっか、インドネシア空気。バリ島ね、行きたいんですよ。バリ島行きたいんですよ。なんか旅行会社旅行によく行ってますみたいなインスタグラマーさんとか結構バリ島に行ってたり、バリ島おすすめみたいな感じで書いてるから行ってみたいなって思います、人生で一度は。へえ、あと私ね、タイ行きたい。タイの人たちってほんと陽気なの、陽気なのっていうか、もうタイに行ったことある人が、あのみんなタイの人はほんとに陽気で、コンビニの店員さんとかもずっと歌ったりして全然レジしてくれなかったみたいなでもなんかそういう陽気な感じが私すごい好きだから、そうプーケット行きたいの、ずっとね気になってます。あとは私あの上がるやつなんだっけ、写真撮ったんだよ、イーペンサンサイっていう、あのコムロイっていう、コムロイっていうあのほらラプンツェルのさ灯籠みたいなのをふわってあげるシーンあるじゃん、あれの元ネタになったって言われてるやつなんだけど、もうめっちゃ綺麗なんだから、あれは本当はさ結婚式とかでやりたいんだけどさ、もう絶対無理だから、まあ、見に行こうかなみたいな、ランタンなのかな、コムロイっていうやつがあるの、コムロイって調べたらいっぱい出てくるよ。確か。熱気球、ちっちゃい小型の熱気球。タイサンサーイ、5日間で10万円ぐらいって書いてあるな。タイ。
そう、今日本屋さんに行った時にめっちゃポストカードの種類がいっぱいあって、うわ綺麗って思ってて、そうで海外の景色がバーって並んでたから、後ろにねどこどこって書いてあったので、それをメモって、みたいな。スペインのフリヒリアナっていうところ、スペインで最も美しい村って呼ばれたこともある町村があるんだけど、そこも綺麗よ。行ってみたいな。おやすみなさい。おやすみなさい。アパカキタビサ、アパカキタビサ、アパカキタビサバービカラ、バービカラメスキプン、メスキプンパケ。アパカキタビサ、アパカキタビサ。全然読み込まんわ。そう、白、一面白の壁なんですよ。私も寝ようかな。1時でしょ。みんなももう寝ないといけない時間なんじゃないのーつって、水曜日だから疲れ溜まってるっしょ。あー明日まだ明日が水曜日かって思ってるでしょ。大事な日すぎて緊張んでない？なんだ、大丈夫、なんとかなるさ。それでは終わります。私も寝ます。13位秋広さん、12位つむじかでさん、11位もさんさん、10位横湯さん、9位ベルちゃん、かいとうさん、みさんは、8位ダニさん、7位オニオンナイトさん、6位まなちゃん、5位リッコさん、リコーさん、4位アメさん、3位キミユコさん、2位マサカズさん、1位オムライスさん、ミスさんの輪でした。それでは配信見てくれてありがとうございました。良い水曜日をお過ごしください。週の折り返しかと思いますが、ドラさん、マナちゃん、オムライスさん、アミさん、雪平さん、これめっちゃバグってる、もしかしてバグってる。つむじかぜさん、ゆきたんさん、博士くんさん、ひでじろさん、モスタンさん、イマームアフマドさん、アメさん、ベルちゃん会長さん、マサカズさん、リコーさん、ヨコヨヨさん、うわちくわどうさん、キミユコさん、ピンクカメラさん、オムライスさん、みなちゃん、ありがとうございました、ギフトも。それでは、終わります。おやすみー。